ははい、えー、皆さんこんこにちは、えー、レクセンリー講師の雲野です今日はですね令和3年度お司法書士試験の、えー、マイナー科目の山当て講義正式名称はマイナー科目「これだけ聞いて点を取ろう」「運野のズバリ、えー、最終予想」の講義について、えー、簡単に皆さんにご紹介をさせていただきたいと思います。 この講座、すごいんです、すごいと言いますか。えー、もうちょっと神がかっている的中率を毎年叩き出しておりまして、正直、えー、予測をして、山当てをした。私自身がドン引きをする程度を当たっているということで、毎年あの、えー、嬉しいご報告をいただいております。もう、あのー、例年ですね、五月にレジュメを作りまして、そしてですね、もう全身の全身全霊で山当てをしていくんですが。 面白いようにです、ね、その当たってくる秘訣が実は秘訣っていうかその、えー、毎年のことを思い返すとこレジュメを作り始めて23日って全くレジュメ作成がうまくいかないんですねでも進まないし全然父としてレジュメ、まあ、大体毎年100ページ前後のレジュメを作っているんですがなかなかこう準備が進まないと,ところがですね、日日目なのか4日目ななののかか、突然ですね もうなんかこう突き動かされるかのようにあ憲法あれ、刑法あれ民訴は多分これ、ね、民民,民事保全教託司法書士を多分これじゃないかっていう本当にあのおこのレジュメを作るのに4日ほど私、仕事をいつもあの予定して開けているんですが毎年、例年レジュメってたった1日で作っちゃうんです。 100ページジのレジュメをですねねもううなんんかこう降りてくるんでしょう、ね、でよくネモさんがデータで予測をしているとですねいうふうにあのご本人言っておりますけど、えー、私は「野生の勘」で当てている、ね、なんていうようなことを、まあ、言って、えーまあ、笑いのネタとなっているんですがあながちネタではないんじゃないかともうマイナーの神様がこうなんか降りてくるようなそういうようなです、ね、感覚、えー、面白いもんで本当に1日でバーッとレジュメを作っていくというのがここ数年、えー、45年のの 傾向なんですで去年もまさにその感覚あ不思議だななんて思いながらそういえば去年もそうだったな一昨年もそうだったななんて思いながら去年も作ったのを覚えてるんですが、えー、去年の実績をきちっとお話をしたいと思いますが私がこういかに当たった当たったって言ってもですね、えー、またね私の大口かって言われてしまうとそれもまた切ないのでちゃんとあの皆さんに去年のレジュメ今日用意しました去年のレジュメでもって去年のマイナー科目、えー、どれぐらい当たったのかをちょっとお話をさせていただきたいと思います。まず、えー憲法

憲法の第1問目は前回、表現の自由にからの判例問題だったんですね、で表現の自由の判例問題、えー、こちらが前回、憲法1問目、出ておりますで、こちらにつきましては、この前回のレジュメ、これはですね去年のレジュメです、ここ見ていただきますと、えー、SU20 コード、だから2020年のレジュメということになるんですが、このレジュメのまず、憲法についてのレジュメ、まず、精神的自由権についての判例 でこの判例が危ないというのをピックアップしたものが山手の一つとなっていますこの中で表現の自由ここですね表現の自由についての判例で今回の第1問目は実ははいここですレペタ事件 北方ジャーナル事件そしてその後の泉佐野市民会,会,事件市民会館事件この3つの判例でもって1問目は足が切れますですからこの3つこの判例しっかり正誤判断ができれば第1問目は取ることができたこれはもちろんズバリ的中というわけにはいきませんけれども論点ととしてては当たったっ考えておりますで続いて第2問目これは適正手続きについての31条についての論点ですこれは誰もどの 見てください、えーレジュメの、去年のレジュメの11ページ、はい、ここです、適正手続き、これ、憲法第2問目で、まさにこの ページ、適正手続きのまとめのページからすべての足カバーをできております。ですから完全回、えーえー、あい上をすべてこのレジュメから取れたということになります。さあ、そして第3問目、司法権、憲法についての第3問目、司法権、えー、こちらは前回のレジュメで言いますと、こちらです。15ページ。 まあもちろん司法権については多くの講師が出ると予想していましたので、えー、私自身、ここ当たったどうだってドヤ顔するつもりはありませんでも、このレジュメの中でこの司法権第3問のあいうえを全ての足の知識はやはり出ておりましたということは憲法については3問中3問論点が当たりうち適正手続きについてはかなりずばり的中のレベルまで当たったというふうに考えておりますでは続いて刑法に参りましょう 刑法第24問目、責任。さすがにここは当たってません。で、25問目が、えー、密垂についての出題なんです。 で、25問目未遂につきましては、えー、こちらですねちょっと待ってくださいね、えー、レジュメで言いますとこちらです、えー。前回のレジュメで言うと42ページ実行着手と起粋の時期で、こちらの殺人罪以下、えー、いつの時点が実行の着手時期でそしていつの時点が起粋の時期かもちろん、えー、未遂というのは実行行為に着手して結果が発生しなかった場合と、えー、結果は発生したんだけれどもその間に因果関係がなかった場合です。で そのの中でもこの実行行為に着手したという時期によってこの問題は実際解けましたですから25問目は論点が当たったと言ってよろしいかと思います。 そして26問目詐欺罪につきましてはあの財産罪についてはどの犯罪が危ないかというそのレジュメを作るのではなく犯罪名でもって山当てをしていたんですですのでこちらですね、53ページ正当防衛詐欺罪窃盗、強盗の中で詐欺が26問目当たっているということにさせていただきます。そししてて続きまして第27え えと4問目とあ25問目、26問目、えー刑法、刑法については3問中2問の論点が当たったとさせていただきまして続きましては5、号科目の方に移っていきたいと思います。5号科目に関しましままてはまず 民事訴訟法のところから、1問目が総達についての問題です。送達についてはさすがに当たりませんでした。で、第2問目、弁論主義についての問題となります。民訴2問目の弁論主義につきましては、えー レジュメのですね弁論主義、はい、86ページというところで、弁論主義第一原則、まさに今回出たのは弁論主義第一原則だったんです。ですからこちらが当たっております。第5号科目2問目となります。5号科目3問目、争点及び証拠の整理手続き、これはいわゆる口頭弁論の準備、準備的口頭弁論、ないしは弁論準備手続き等の問題です。こちらにつきましてははもう皆さんのテキストで図表等は あるはずですので論点のみの提起とさせていただいておりますそこがですねここです103ページ口頭弁論の準備こちらで指摘させていただいたところです そしてまあ、もう出てしまっていますから、第5問目が規範力についてで。規範力もね、皆さんが持ってらっしゃるテキストにはちゃんとまとまっているでしょうから、わざわざこの直前3週間のところで、レジュメを配るのもどうかと思いまして、論点のみの提示とさせていただいています。第5問目が規範力、当たっているということです。そして、えー、民訴ですごいなと、自分でね、あの、感じたのが、証拠保全についての第4問目。この証拠保全につきましては、えー、このレジュメでもって、こちらですね。 83ページです。えー、証拠保全と基礎前証拠収集の処分、これを、えー、山というふうにさせていただいていますので、こちらについても第4問目当たったと。となると、民訴は5問中、2問、3問、4問、5問、えー、5問中4問が論点としては的中しております。的中という言い方は、あの、ちょっと語弊があるので、まあ、論点が当たっているということになります。では、続きまして、 民質民事保全はごめんなさい当たりませんでしたそして司法書士法もこれは撃沈です司法書士法についてはあのあ外してしまったということは申し上げておきますそして協託法に関してなんですけれども協託法につきましてはまず、えー、9問目オンライン協託申請これを去年、えー山のえー、一番の協託法の山として申し上げた記憶があるんですでそこがです、ね、オンライン協託申請 ちょっっと待ってくださいねオンライン供託申請につきましてはレジュメの中での62ページ、レジジュメの前回62ページこの供託申請手続きの中で実質、このオンラインのとこしか実は話さなかったんです、講義中にとにかくオンラインの供託申請危ないよここをかなりグリグリやった記憶がございます、そしてオンラインについては次の65ページのところでもオンライン申請、ここの箇所をかなりしっかり説明したんです。 でまさにそこが第9問目で出題されているということになりますそうしまして続いて第10問目は当たりませんでした、えー、弁済教託はちょっと私は不受領意師明確かなと思っていたので弁済教託全般的に来た10問目は外しておりますですが11問目、保証託です託、ね、担保保証教託こちらはズバリ的中しております。えー こちら足レベルでもこの保証教託68ページ担保教託のところで当てているということになるわけなんですですから教託法は3問中2問が論点として当たっているという形になります。えー、以上があの 前年度去年度去のですね実績とといいうことになっていくんですですすからあの私自身も今年本当に気合を入れてまた神様を下ろそうと思ってます、えー、マイナーの神様が降りてくることを待ってですねレジュメをわ、ね、ーっと作ろうと思ってますまだ実際には神様降りてきていません降りてきませんからまだどこが山手てというのはねちょっと私も言いかねるんですが、えー、マイナー科目これだけ聞いて点を取ろう運野のズバリ最終予想こちら皆さんに本当に自信を持って、えー、ご提供していきたいと思います。あの私の22 年の公私生活かけてですね山手していきたいと思いますので、えー、どうぞ皆さんの合格のために、えー、受講を検討してみていただくと嬉しいなと思っているところですそれではあの本日はマイナー科目これだけ聞いて点を取ろう運動のズバリ最終予想についてお話をさせていただきました、えー、ご清聴どうもありがとうございました